ノーボックスが、開館10周年ということで、思い返せば、ちょうどあの大震災の直後でしたけれども、ここで開館のセレモニーで、今回ご一緒する森山さんと、私であの写経をね、舞台でお披露目にさせていただきました、まあ、そんなご縁があってまた50年後です、ここで新しい今度作品雨にも負けず、まあ、東北にご縁のある、宮沢賢治の作品の中から音楽作品といいますかね、ダンス作品といいますか、音楽と舞踊、まあ、能がこう一体になった作品を、上演できるということは大変に嬉しいと思っています。まあ、たまたまといいますか、このコロナ禍の中で、十分なお客さんをお招きしてできるする上演することができませんけれども、まあ配信ができるということで、この小さな本当に100人足らずの能舞台で、お客さんおいでにならないので、その分お客さんのお席も使わせていただいて、フルにですね、この能舞台を有効に使わせていただきたいと思います。またそういう演出になっております。で、まあ世の中混沌とした中に、まあ、賢治の存在、まあ、宮沢賢治といえばもう本当に学校教育の、ね、教科書の中にも雨にも負けずという、大変有名な詩もございますけれども、我々の今回表現しようとする賢治はもう少し賢治の内面のちょっと深いところに少しタッチできるような作品になっております。まあ、そういったことでですね、2019年に小金井滝技能というところで制作して、今回その東北岩手のご出身であります、まあ、オペラ界の第一人者の福井慶さんをお招きして、歌唱というか、歌の、やはり詩が大事だと思うんですね。そういう歌も歌っていただけるということで、まあ、これもまた大変今回の特別な企画であろうかと思います。3日前から現地に入りまして、舞台制作しておりましたけど、まあ皆様にご満足いただけるような、作品に、まあ、近づいてきているのではないかなというふうに思います。またいろんな会場でですね、広い会場でやればまたそういう演出ですけども、このノーボックスの特別バージョンということで、お楽しみいただければと思います。ありがとうございました。